当初から配置文号を行ったことのない市町村の一覧では、日本において、市政、町村制、当初町村制、北海道1.29町村制、北海道区制に基づいて、初めて自治体を置いた後、一度も配置文号、すなわち、分割、分立、合体、編入を行っていない市町村を掲載する。各制度施行以前の変更、境界変更、 埋め立て等による領域の拡大、領域の変更を伴わない市や町への昇格は許容した。市政及び町村政党の制度は、我が国で初めての近代的な市町村制度、近代的な意味での地方自治制度がスタートした制度として各文献で紹介されており、同文献にて市町村の制度上の起源として捉えられていることから、先文献に倣い、等項目では、 当初の起点を市政及び町村制等とした。北海道では、北海道1級町村制、北海道2級町村制及び、北海道区政により施行され、市町村によって施行日が異なる。なおこの節において、1943年6月1日施行の、市政、町村制改正と北海道1.2級町村制の廃止に伴って2級町村を、 指定町村とする変更、並びに九百四十六年十月五日施行の指定町村制度の廃止は一覧に含めていない。以下、振興局ごとに、はじめする。空地、石狩、イブリにおける、該当市町村知りべし、オシマ、ヒヤマにおける、該当市町村日高振興局における、該当市町村上川、ルモイにおける、該当市町村オホーツク、と勝ち、 釧路における、該当市町村根室振興局、北方地域における、該当市町村以下の6村は、1945年9月までに、ソビエト連邦が実行支配し、その後ロシアにより継続中である。よもぎ田村西目屋村の平治町横浜町6カ所村、大間町東通村、風間浦村、西村海上町、青森県における、 街頭市町村青森県の市政町村政志行は1889年4月1日。滝沢市田野旗村普代村野田村岩手県における、街頭市町村岩手県の市政町村政志行は1889年4月1日。多賀城市富谷市七河宿町松島町七ヶ浜町、陸町大平村鹿間町小長町宮城県における、 街頭市町村宮城県の市政町村聖志港は1889年4月1日。上小兄村大潟村東成瀬村秋田県における、街頭市町村秋田県の市政町村聖志港は1889年4月1日。金山町大倉村山形県における、街頭市町村山形県の市政町村聖志港は1889年4月1日。 かが市長、日野えま村、万代町、にしご村、さめ川村、広野町、川内村、かつ村、福島県における、該当市町村、福島県の町村、政止校は1889年4月1日。五か町、茨城県における、該当市町村、茨城県の市政町村、政止校は1889年4月1日。野木町、栃木県における、 街頭市町村栃木県の町村静志向は1889年4月1日。上野村長野原町妻まご村高山村片品村川場村群馬県における街頭市町村群馬県の町村静志向は1889年4月1日。蕨市鶴ヶ島市三好町埼玉県における街頭市町村埼玉県の町村静志向は1889年4月1日。 鎌ヶ谷市浦安市富里市市水町千葉県における街頭市町村千葉県の町村政志向は1889年4月1日東京都における街頭市町村羽村市ひばる村東京都における街頭市町村東京都の当初部を除く本土部分における市政町村政志向は1889年5月1日ただし北多摩郡南多摩郡 西多摩郡は当時神奈川県下であったため、1889年4月1日の施行。なおこの節において、1943年7月1日施行の東京都政は一覧に含めていない。東諸部伊豆諸島における該当市町村東諸部では、伊豆諸島の多くが東諸町村制により施行。青ヶ島及び小笠原諸島では町村制により施行。 なお、八条小島では1947年に、地方自治法の下、村政志向。綾瀬市葉山町寒川町に飲み屋町、神奈川県における、街頭市町村神奈川県の市政町村政志向は1889年4月1日。淡島浦村新潟県における、街頭市町村新潟県の市政町村政志向は1889年4月1日。 船橋村と山県における、該当市町村と山県の市政町村正志行は1889年4月1日。内田町石川県における、該当市町村石川県の市政町村正志行は1889年4月1日。福井県に該当する、市町村はない。なお市政町村正志行は1889年4月1日。 道志村、押野村、山中小村、小菅村、田波山村、山梨県における、街頭市町村、山梨県の市政町村、清志港は1889年7月1日。川上村、南木村、南あい村、北あい村、下諏訪町、原村、南みのわ村、根場村、下城村、安岡村、高木村、大鹿村,村、上松町村、木曽村、大木村、大桑村、山形村、朝日村、松川村、長野県における、 街頭市町村長野県の町村聖志向は1889年4月1日。東白川村白川村岐阜県における街頭市町村岐阜県の市政町村聖志向は1889年7月1日。神奈美町清水町町泉町吉田町、静岡県における街頭市町村静岡県の市政町村聖志向は1889年4月1日。 大春町愛知県における、該当市町村愛知県の市政町村正施行は1889年10月1日。木曽崎町朝日町川越町30県における、該当市町村三重県の市政町村正施行は1889年4月1日。滋賀県に該当する市町村はない。なお町村正施行は1889年4月1日。 向こう市大山崎町笠木町京都府における街頭市町村京都府の市政町村正式校は1889年4月1日。島本町田岡町熊取町田尻町大阪府における街頭市町村大阪府の市政町村正式校は1889年4月1日。足屋市張馬町兵庫県における 街頭市町村兵庫県の市政町村政志行は1889年4月1日。奈良県における、街頭市町村三江村天川村の瀬川村、下北山村上北山村川上村奈良県における、街頭市町村奈良県の町村政志行は1889年4月1日。大寺町北山村和歌山県における、 外島市町村和歌山県の市政町村政施行は1889年4月1日。江津村鳥取県における外島市町村鳥取県の市政町村政施行は1889年10月1日。天町千部村島根県における外島市町村島根県の沖諸島以外における市政町村政施行は1889年4月1日。沖諸島沖諸島は 島根県沖国に、おける町村の制度に関する県により1904年5月1日に、町村政施行。林島町、新城村西淡村岡山県における、街頭市町村岡山県の市政町村政施行は1889年6月1日。府中町坂町広島県における、街頭市町村広島県の市政町村政施行は1889年4月1日。 山口県に該当する市町村はない。なお市政町村政志向は1889年4月1日。佐奈ごう村麦町松手芸町北島町、徳島県における該当市町村徳島県の市政町村政志向は1889年10月1日。直島町香川県における該当市町村香川県の市政町村政志向は1890年2月15日。 愛媛県に該当する市町村はない。なお市政町村正志行は1889年12月15日。覇張町、田谷町、北川村、馬地村、大川村、椅子原町、三原村、高知県における該当市町村高知県の市政町村正志行は1889年4月1日。春日市、大野城市、海町、しめ町、末町、水,町水巻町。 小竹町、桂川町、糸田町、大任町、赤村、福岡県における、該当市町村、福岡県の市政町村、静止校は千八百八十九年四月一日。木山町、上峰町、大町町、佐賀県における、該当市町村、佐賀県の市政町村、静止校は千八百八十九年四月一日。長与町、川田町、佐賀町、長崎県における、該当市町村、長崎県の内津島以外での、 市政町村制施行は1889年4月1日。津島では沖縄県及び当初町村制により1908年4月1日施行。あとの1919 19年に町村制施行。南小国町小国町三三村綱な町、湯の前町五木村山江村熊本県における。 街頭市町村熊本県の市政町村政志行は1889年4月1日。姫島村大分県における、街頭市町村大分県の町村政志行は1889年4月1日。三又町高原町両町西村村川南町、津町門川町諸塚村椎葉村、宮崎県における、 街頭市町村宮崎県の町村政志向は1889年5月1日。枕崎市西之表市東串良町中種町、南種町山戸村辰郷町伊仙町、和泊町知名町与論町鹿児島県における街頭市町村鹿児島県の市政町村政志向は1889年4月1日。ただし、甘み群島他を除く。甘み群島及び旧。 豊島村、奄美群島、並びに、旧、豊島村では、沖縄県及び当初町村制により年4月1九0 8年四月一日、施行。あとの年4月1 9二十年四月一日に、町村制へ移行。儀の湾市、浦添市、富城市、国上村、大儀村、泣き人,人村、女村、家村、読谷村、西原町、早原,原町、沖縄県における、該当市町村、渡河敷村、ザマミ村、阿グニ村、トナ木村。 沖縄県における、該当市町村沖縄県の内大島諸島以外では、沖縄県及び島諸町村制により1908年4月1日、施行。あとの1920年に他府県同等となる。なお、那覇市、首里市は1896年4月1日に、沖縄県区制が、その後1921年5月20日に施制が、施行された。 大東諸島南大東村北大東村沖縄県における街頭市町村大東諸島では1946年6月12日施行当時の沖縄県は米国軍政府の統治下であったありがとうございます